起きろ、 リュウ。 奴らか。 よし。 慌てるな。 侍五郎はここじゃない。 装甲車はこの後、奴らのアジトに向かう。 まずつけていくんだ。 あんたの筋書き通りってことかい。 兄貴、なんで俺たち、こんな強盗みたいなことしなきゃなんないんすか。しょうがねえだろ。大事な客が腹が減って死にそうだってんだから。でも何もこんな食料倉庫なんか襲わなくても。知るかよ。あの娘がこの倉庫に連れてけ。ここなら警備も少ないし食べ物もいっぱいあるからってんだからよ。兄貴、なんか話の順序おかしくないっすか。食料調達完了しましたわ。ごめんなさいね、わがまま言っちゃって。 一人でみんな食っちまいやがった。苦しいわ。いっちん、バカ野郎、急ブレーキはかけんじゃねえって日頃から言ってんだろ。怪しい車がさっきからつけてきてるんすよ。何？アップにしろ。ああ、居酒屋にいたバナナ野郎だ。もう一台後ろにいやっせ。なんだあの親父は。あいつも確かあそこにいましたぜ。めんどくせえやつらだ。 野郎ども、あいつら2台ともぶっ飛ばしちまえ。兄貴、なんで俺たちの武器って手動なんですか。うちのは手作り風装甲車って呼ばれて結構評判なんだぞ。照準があったぞ。なんだ。当たるかよ。 何やってんだてめえら。だっていきなり、こいつが。ごめんなさい、私車に酔っちゃったみたい。気持ち悪い。撃って撃って撃ちまくれ。かなかなあれだけ撃って当たらねえとは。曲がるぜ。 見てろ、これでも食らえ。どこ撃ってんだか。なんだ。 ありがとうよ、リュウ。へへ。くそ、しぶとい奴らだ。こうなりゃ総攻撃だ。あれ？なんだ？バナナ野郎がいねえ。うわっ！ いつの間にか横に来てるな。機関砲でぶっ飛ばすんだ。手作りふわ疲れよさ、兄貴。ダメだ、死角に入ってて弾が当たらないっす、兄貴。落ちろ。バカ野郎、こういう時は気持ちで跳ね返すんだ。やりすぎんなよ、リュウ。 狙いはアジトの侍五郎だ。なんだ。うわ、見えない。ヒュー、バックスロー。 てめえら何こんなとこで遊んでんだよ。おお、助かったぜ。遅れるとまた侍五郎様が切れちまうぜ。ここは俺たちに任せな。とどめだ。 冒険竜。
縁が立つ。な、何が起こったんだ。ミサイルを切った。なわけねえだろ。構わねえから車ごと押しつぶしまえ。おい、よし。大丈夫か、龍。ああ、大丈夫だ。しかし、あいつらを見失った。道案内ならここにちゃんといるぜ。な。はい、喜んで。じゃあ、本当に母の形見の宝石を返してもらえるんですね。もちろんだよ、お嬢さん。困ってる人に手を差し伸べる、これは侍五郎様の信条だ。ところでお嬢さん、交換に宇宙トレーラー5隻分の金ダイヤモンドってのは間違いないかい。ええ、全部差し上げます。よしよし。大変だ。あ、い、石大事です。ビビリビッチウェブ。バカ野郎、こんなとこで俺を本名で呼ぶんじゃねえ。本名って侍五郎様では。もちろん正真正銘の侍五郎様さ。いや、俺のあだ名が。大層な名前をお持ちで、ビビリビッチ君。 なんだてめえは。おめえら生きてたのか。薬を返してもらおう。薬？何のことだ。お前たちが襲ったトレーラーに積んであったものだ。子供の命がかかってるんだ。俺の知ったことかい。あれじゃないのか。ここは俺のアジトだということを忘れちゃいねえよな。この星ともおさらばだ。次の惑星行くぞ。何すんだてめえ。今日でおしまいだよ、ニセゴロウ生活は。なんだと。うわっ。てめえ一体何者だ。侍ゴロウ。なんだと。本物が出ちゃった。こっちも本物だぜ。侍ゴロウ一家変幻自在のサスケだ。てめえ、俺たちを騙してな。俺の名でよくも好き放題にやってくれたもんだ。たっぷり礼をさせてもらうぜ、ニセゴロウ、ビビリビッチ。じゃあその3倍の礼を返してやるぜ。あ、なんだ。はあ、自爆装置のタイマー、日付間違えちゃった。バカ野郎。やべえ。これでさっきの貸し借りなしだ。さらばだ。これで俺が宇宙で唯一の侍五郎だ。クソ、気を抜け使いやがって。てめえは影ってもん知らねえのか。伝聞団。頭、このアジトをもうすぐ爆発します。薬を。どこに入ってんだ。そのコンテナは俺。